佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第百四十四回九月二十九日日曜日レース展望こんにちは新興の尾木里奈ですそして今回の解説は競馬専門誌通信社の今村さんです今村さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますいや本当にね秋ももう秋ですよっていう感じのね気候になってきましたけどそうですね秋といえばやっぱり何でしょう そうですいろいろですよね、スポーツ観戦もそうですし食欲の秋でもありますし、いろんな楽しみ方ありますよね。秋楽しみですか。仕事に追われる部分もありますけどね、でも、たくさんありますからねいろんなところに行く機会は増えるんじゃないでしょううかねねそですよご覧の皆さんもきっと佐賀競馬場に遊びに来たりだとか、ちょうどいい季節になってきましたからね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。というわけで今村さん、今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします。 今回の展望レースはこちらです9月29日日曜日注目レースは第11レース長崎街道佐賀宿特選 C1-2 組そしてメインレース第12レース国見岳特別オープンですそれでは解説始まりますまずは注目レース第11レース長崎街道佐賀宿特選 C1-2 組の出走メンバーです 距離ダート1750メートル午後5時25分発走。サラブレット系4歳以上10頭立てになっています。さあ、それでは今村さんの注目はこちらです。はい、えー、まずは5番の東海パイロですね。まあ、距離伸びてもね。こなせる力はあると思いますし。し、まあ、前走もね。そんなに負けてませんからね。えー、まあ、巻き返せるところはあると思います。まあ、それから8番の富見リリカ。 この馬は前走、ね、長いところを走って、まあ、そんなに、ね、内容悪くなかったですし、まあ、長いところを使った分の、ね、上積みはありそうですから、ねまあ、再度注目したいところですね。それから3番のロトヴィーナス、まあ、この年ところ2連勝と調子の良さというのはお伺い知れるところなんですけども、まあ、今回、距離が伸びる点が、ね、この馬にとってはポイントになれそうですね。 ま、それから10番のサングリアロッサまあ、休み明けにはなりますけどもまあ、前走ね、えー、長いところ3着とまあ、いくらか距離にはね。慣れてきたんじゃないかなっていうところありますんでね。まあ、ここも警戒したいところですね。ありがとうございました。それでは続きまして、メインレース第12レース国見岳特別オープンの出走メンバーです。距離だと2000メートル午後6時発走サラブレット系3歳以上10頭立てになっています。 それでは今村さんの注目馬を8番のドリームリバールですね、まあ、前走は、ね、スーパージンガに負けてしまいましたけども、まあ、それまで移、ね、籍後三連勝と、ねえー、いい内容で、えー、中間も、ね、順調に来ている感じでしたからね、まあ、ここの枠も、ね、プラス材料ですから。 ますんなりならこの馬が中心になってくるんじゃないかと思います。まあ、それから6番のサラセニア、まあ、前走を、ね、逃げたんですけども、まあ、もう一つ、ね、粘り甘かったですけど、まあ、どちらかというと差、ね、しも効くタイプなんで、ねまあ、逃げるよりは貯めていった方がいいんじゃないかなという,ふうに思いますしたた、まあ、かれて、ね、少しずつ上向きにやるのは間違いないんで、ね、警戒したいところですね、まあ、それから3番のホワイトウィングス、まあ、休み明けですけども。 まあ中間もね問題なく順調に来てましたしま一息入れられて逆に馬にとってはねリフレッシュできたんじゃないかと思いますからねえここも警戒したいところですね。それから7番の池の朝まあこの馬もね安定して走ってますしまあ距離もね問題なくこなせるとは思いますんでねえー上位争いに食い込んでもおかしくないと思いますありがとうございました。それででではここで佐賀競馬かららのお知らせです 9月28日佐賀競馬場スタンド1階に J プレイストスがオープンいたします佐賀競馬ではオープンを記念して28日と29日の2日間さまざまなイベントをご用意していますまず28日はオープン記念式典や鳥居美ゆさん藤井ペイジさんによるトークショーを開催29日には仮面ライダー01ショー ラジオパーソナリティの海田孝之さんによる予想会を開催いたします。さらに、二十八日、二十九日の二日間は、プレゼントもたくさんご用意しております。ご来場先着五百名の方に、トスメーカーちゃんちゃん棒を、さらにお子様にはお菓子のセットをプレゼントいたします。また、ご来場の先着千名様に抽選券を配布し、抽選でオリジナル防滴スマホポーチをプレゼントいたします。 さらにさらに J プレイストスでご購入いただいた1000円以上の未確定勝ち馬投票券をお持ちの方を対象に佐賀トスの特産品などが当たる抽選会も実施いたします今週末はイベント盛りだくさんの佐賀競馬場にぜひご来場くださいそれでは以上佐賀競馬パッカル情報局第144回9月28 29日日曜日レース展望でした 佐賀競馬パッカル情報局、次回の配信は10月5日土曜日、6日日曜日の展望を10月4日金曜日の夕暮れ時に配信します。それでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょう。さようなら。